1月15日なんといいですか、ですね、上限のですね、上限で、この日に、はい、小豆がゆっていうおかゆを食べるとその年1年は風邪を引かない、病気にならない。およかったよかった。もう絶対食べますよ、じゃあ小豆がゆ絶対食べてください。食べます、食べない、もう絶対食べますよ、年1年は食べます。本当に、はい、気をつけます皆さん、風邪には気をつけて小豆がゆ作ってよ。 VTR スタート。はい、上限の日ということでですね、小豆がゆを食べたらその1年は風邪をひかない、病気にならないということでね、僕もね、小豆がゆをこう作ってみましたんで、ほら、小豆、まあすごい赤飯っぽくなってますけど食べます。うん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 、なんか普通に美味しいね。うん、よし、これで今年1年は風邪をひかないでしょう。うん、誰か噂してんな。Hey, mate, how are you? What's going on? Here we go. Byron Bay Bus Shelter.